はい、前参議院議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す、既得権益もぶっ壊すということで、令和元年の10月13日15時25分であります。ご存知の通りですね、今参議院議員選挙、埼玉県で参議院議員選挙が行われております。10月の27日が投票日でございます。立候補しているのは立花隆と上田清さんの2人ということになります。立花隆と投票いただければ、ご記入いただければ幸いでございます。ということで、明日この選挙運動ですね、この埼玉県の参議院議員補欠選挙、もう2人立候補しててね、1人しか当選しませんので、ぜひね、応援に来ていただきたいんですが、明日埼玉県の選挙なのになぜか池袋の駅前であります。池袋東口、ね、ドン・キホーテがある方かな、東口の方で、東口に西武の電車の、ね、デパートがあったり、西口に東武の電車の乗り口があったりするんですけども、東口です。東口のロータルのところにですね、大きな選挙カーをつけてですね、まあ大きな選挙カーって言ってもあれ相当古いので、全然お金をかかってません。税金で、皆さんの税金で、選挙カーは借りております。で、2時から8時まで、14時から24時までの6時間、池袋駅前をジャックします。もうすでに警察にも届け出をしておりますので、よろしくお願いいたします。乱れないようにね。で、もちろん明日私立花隆がこの6時間はビシッと現場にいるんですけども、それ以外に、スペシャルゲストといたしましてですね、みんなの党の代表の渡辺芳美先生、ね、渡辺芳美先生いつもありがとうございます。未熟な私をね、支えていただいております。みんなの党代表の渡辺芳美先生、お昼の2時から3時半までの3時40分という1時間という決められた時間でございますが、渡辺芳美さんがお越しいただいて行けける予定です。そしてさらにスペシャルゲスト、前元か、岩手県議会議員のですね、ザ・グレート・サスケさん、ザをこれ抜けてますけど、ザ・グレート・サスケなんですね。グレートさんはなんと明日福島県で、プロレスの試合があるんですが、それが終わってからわざわざ新幹線に乗って、ギリギリだと思います。早ければもうちょっと早いかも分かりませんが、グレート・サスケさん試合でですね、まあ、怪我をしないようにしていただきたいんですが、夜の部にお越しいただけるということです。で、先に党の関係者以外のところ行くと、翌に秀幸さん、一番下に書いちゃいましたけども、幸福実現党からなんとか立候補されています。翌に秀幸さん、まあ、格闘家でも有名ですし、ね、非常に、私と一緒にね、同期の桜を一緒に歌った、幸福実現党の翌に秀幸さん、幸福実現党さんと私どもが仲良くしていることは否定はいたしませんが、幸福実現党さんからお金をもらったりしてるっていうのは、はっきり申し上げます。30万円はいただいたことがあります。これは誰からもらったかというと、幸福実現党の釈良子さんを応援している後援会の方から10万円を3回いただいたことがあります。これだけなんですけどね。で、僕が幸福実現党さんのね、そういうなんだろうな、演説っていうのか集会っていうのかな、埼玉アリーナで行われたそのエルカンターレというなんか、に行って、釈良子投手とちょっとお話をさせていただいたぐらいの関係なんですけど、もう N 国党のそのなんだ資金は幸福実現党から、幸福の会から出てるとかっていうことを言ってる人がいるんですけど、もうまあそういう人たちっていうのは簡単に言えば頭悪い人たちなんで、まあ、あんまり頭の悪い人の情報っていうのは、まあ、適当に横に置いといてもらったらいいと思います。で、それ以外にももちろんですね、明日は幹事長の上杉隆、そして、今横で仕事してますけども、僕の彼女の司法書士 YouTuber のマリノちゃんで、品川区議会議員のネル君、ね、国間ゆうたことネル君、そして立川の市議会議員の横川緑君、昨日ね、立川市議会議員として、災害のね、対策にも当たってましたけどもね、などなど、いろんな、ゲストが、ペン落とした、まあいいや、が来てくれる予定です。で、今頃になりますが、今回のね、この台風19号の被害、
会われた方、まだまさに東北の方などは雨が降ってるところもあろうかと思いますし、今河川の氾濫とかがすごい状況ですので、途中ですがお見舞い申し上げます。被害に遭われた方、被害に、まあ、もうまだまだ報道がね、いろいろとお亡くなりになった方もいらっしゃるように聞いておりますので、お見舞い申し上げますね。この辺を途中で言うところが僕らしくていいかなと思いますが、まあそういえばね、災害でっていうことを言ってた小西洋之さんっていう人とさっき玄関でね、国会の玄関で会いましたけど、こんにちはって言ってるの向こう無視します。こんな感じです。ちなみに小西さんと仲がいいのが野田佳彦前総理で、同じ千葉県でね、野田佳彦さんが小西さんを応援してるんですけど、その小西さんが応援してる野田佳彦さんが、上田清さんの応援の方に入ってらっしゃいましたので、小西さんが嫌いな方は僕に入れていただければいいと思います。余談ですけどね。で、まあ今日のこの放送のポイントはここからです。さあ、渡辺芳美さん、ザ・グレート・サスケさん、上杉隆幹事長、で、マリノちゃん、ネネル君、横川みどり君、そして横に秀幸さん、以外にもですね、まさにあなたが主役の選挙、この国の一番偉いのは国民です。国民主権ですから、我々政治家や政党ではなくてですね、国民の皆さんが一番偉いわけですから、選挙カーはですね、上がっていただいてお話をしていただく時間をしっかりと作っていきたいと思っています。あなたも候補者、こういう形でですね、できるだけ多くの方にちょっと僕選挙カーで喋ってみたいんだという方、まあ時間の限りですね、喋っていただきたいと思っておりますので、お越しいただいた方はですね、係の方にですね、ちょっと喋りたいんだと、まあ僕の悪口は構いません。で、相手候補の悪口とか、他の、ね、いわゆる立花以外の悪口はやめてください。あと、公序良俗に反するようなことですね、これはちょっとやめていただければ、誰でも結構です。一度ね、選挙カーに上がって自分の考え、別に NHK のこととか既得権益とか全く関係なくて、やってみたいという方、僕の YouTube チャンネル登録してくださいっていうのでも全然構いません。みんなの、あと営業目的はダメなので、こういうラーメン屋を経営してるけどラーメン食べに来てくださいもダメなのでね、営業目的もダメです。こういうね、活動をしてるのでチャンネル登録してください、これぐらいは OK です。そういうね、みんなで、やっていく選挙というように考えておりますので、ぜひお越しいただければ、まあおそらく今ここでご紹介している人以外にもですね、著名な方も飛び入り参加も十分考えられます。でぜひね、拡散していただいて、今回の選挙はもうね、上田清さんとですね、前の今の大野県知事が、まあ、入れ替わりで、知事の席と参議院の席を入れ替えるためにやってるとしか思えないような選挙日程を組んだんですよね。まあ、辞職の仕方をされたんです。で、席の入れ替えについては立花のとこもやってるじゃないかっていうことで、読売新聞の女性記者に言われたんですけど、いや、やってますよと。ただ何が違うかっていうとね、うちの党は税金使ってませんから、立花から浜田にっていうこと、これからもやろうとしてます。堀江門から堀江門の秘書っていうね、議席のそのなんていうのかな、明け渡しというの、入れ替えというか、すり替えというか、これはこう公然とやっていきますけども、この上田清さんとその大野現実の知事はね、これはね、22億円もの税金を使ってやってるんで、その無駄な税金を使って議席の入れ替えをしてるよ、するようなことをしてる、これ大きく違いますからね。我々 NHK から国民を守る党は、その無駄な税金は少なくとも使ってないと言っています。ということで、ぜひ明日10月14日月曜日祝日です。台風の被害もですね、たくさんあったとは思いますけども、そんな中でも、まあ、選挙はだんだんと進んでおりますので、選挙にお越しいただきたいと思います。そしてその後ですね、ポスター掲示板、ポスターがですね、貼られていない、まあ、この台風があったのでポスター自体 の貼り付けをですね、止めておりました。埼玉市内は基本貼れてるんですけども、埼玉市以外のところはまだ貼れてないところが多くあります。ということで、ポスターを貼ってあげるよという方は、明日ぜひ、ポスターを取りに来ていただいてですね、この辺何枚か貼りたいですよということを言っていただければ、ポスター貼りのボランティアも募集しておりますので、みんなでね、なんかこう変えていくんだと
いうね、もう相手陣営はもう明らかに労働組合が応援しています。もう労働組合に入っておられる方、労働組合の、まあ、家族の方はぜひね、上田清さんを応援していただければと思いますが、まあ、それ以外の方、はぜひ私を応援していただければと思います。以上です。今日1本目の報道がこれで終わります。参議院議員の埼玉の参議院議員補欠選挙に勝って NHK を大カバー。